どうも皆さんこんにちは、月亭喜友です。僕は、師匠が月亭遊歩と言いましてですね、講座のロックンローラー言ってやってる方でして、で今日のネタのタイトルがですね、流れる星を止める人というタイトルでして、皆さんももしよかったら、ネタを見ながら、願い事を3回唱えていただけたらなと思います。それではごゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。続きまして Q の方でお付き合い願いますけれども、まあですね、まあ今も言ってましたけども、先日七夕がありましてね、まあ七夕でね、この流れ星がこうバーンと流れてくるとね、それにまあ願い事をまあ、3回するなんて言いますけれどもね、やっぱり日常生活でもなんかもう頼むかみたいな時って結構ありますよね。この間もねありまして、ね、今でもやっぱりね、寄席楽屋でこうマスクをねこうつけてたりするんですけれどもね、まあ舞台出る時はこうマスク外すわけですよ。出てきた時にこれまたね、これ帰ってた時にまたマスクをねつけますけども、まあ前で落語してはったお兄さんが僕戻って自分のつけようと思ったらなくなっててね、でそのお兄さんがつけてはるんですよ。関節奇数が成立してもてるから、これどうしようかなと思ったんですけど、ここでね、皆さんに相談なんですけどもね、この時にそれ僕のですってこれ言えます？なんか分からないです、なんか言われへんんですよ。どうしようかなどうしようかなって思ってね、言うてたら、お兄さんがね気づいてくれはって、あごめんごめん、ここに入ってたわ言ってね、あこれ窮屈になったらごめんな、ほなほかしとくわ言ってほかしてくれはったんですけども、それでは一応事なきを得たんですけども、その後ですよ、何気なくね僕楽屋帰りまして、パッと見たらですね、洗面所でお兄さんが顔ちぎれるからブワーッ知らんとこで振られてるみたいな、ね、感じになりましたけど、まあまあなんでしょうかね、頼むからもうマスク見つけといてくれみたいなね、なんか心の中で願いましたけども、まあ3回願い事をするっていうのはね、なかなか難しいですけれども、これをですね、流れ星をこうパッと止めてくれるような人がねいたらええなっていうような話ですけれども、はい、もしもし、はいはい、そうですよ、はい、流れ星止める人ですけれども、はい、そうです、何ですか、今日のご予約ですか、はい、かしこまりました、本日の何時頃からでしょうか、はい、10時から10分間、あ、かしこまりました、何座いときましょう、はい、オリオン座、オリオン座、はい、わかりました、オリオン座、あ、かったいからね、オリオン座、かたい、いやいや、わかりました、はい、一生懸命止めさせていただきます、何でしょうか、カップルの方ですか、あ、かしこまりました、カップルの方で、はいはい、あ、ちょうどですね、今カップルの方に向けまして流星群キャンペーンというのを行っております。後ほど夜空に QR コードを表示いたしますので、そちらをスマートフォンで読み取っていただきますと、もうどん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 追加の星、追い星をさせていただきます。どんどん流しては止め、流しては止めさせていただきますので、はいはい、どんどんお祈りしちゃってください、はいはいはい、失礼します、はい失礼します、はいはい、いいお祈りを、はいいいお祈りを、はい失礼します、はいはい、いいお祈りを、はいもしもし、はいはい、いいお祈りを、はい失礼します、お後輩、予約取れた、あそうですか、先輩、僕今日初日なんですけども、これどういう仕事なんですかね。お前よう知らんと、お前これ宇宙まで来たな、お前今これ宇宙でお前スペースシャトルの上立っとるわけや、二人でな、向こうからお前星が流れてくる、もうすっごいでかい、もうえげつないでっかいのビャーン流れてくるから、それをバチンと止める仕事、体で行くんですか、体で、ああそう体で、それなんかロボットとか使うたはぐなんてやねん、お前ロボットみたいなことは、お前ロボット粉々に壊れてしまうから、お前体大丈夫ですか、お前それやばいです、大丈夫大丈夫、専用のボディースーツ宇宙服着てんねんから大丈夫やな、向こうからビューと流れてくるからちょっと悪いけどな、お前前行ってや、え、なんすか前行ってや、前というのは、いや、それからテニスの前衛後衛みたいなことでね、後輩が前行って体張ってバーンと止めるわけやな、俺先輩は後ろで何かあった時のためにこうやってフォローに回っとくから、ずるないですかそれ、それずるいって、ずるいことあれんがな、俺も若い時は前でこうやって止めとったんや、それキャリア重ねってことでだんだん後ろになっていくわけやな、ちょっと頼むよ、おわかりました、そんな難しいことあれんからね、こう流れてきたやつをバーン来たやつをバーン来たやつをバーン、これだけ、わかりました、こう来たやつをバーン来たやつをバーン、そう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 、体張って止めると、それあとはもうここの気持ち、わかりました、ほらちょっと頑張って頼むと、わかりました、はい止めさせていただきます、よっしゃ頑張っていこう、あこう言うてたら来た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 、俺行け、おー分かりました、おー来た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 、おーおーおーこここここ、ブルブルブル、先輩行け、なしゃなしゃちょーバチー落ちた落ちたな、今落ちたな、いやすいません、ちょっと怖くて怖くて、あれ痛い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 、ちょっとおおなしゃなしゃ手伝い手伝い、お前なしゃなしゃ手伝い、すいません、願い事してます、利用すなよ、お前先輩止めてる利用さん、痛い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 
ビューッ、むち打ちになった。ちょっとおい、何してんのお前。先輩、諦めたらそこで試合終了です。やかましいお前、何言うてん、お前ちょっと行けよ。いや、すいません、なんかちょっとビビっても、いやビビってやれへんからお前、いもうあかんで、絶対落ちて、もうむちゃくちゃ事故やから今の、ただの。いやお前今ただで丸い星やったからよかったけどね、あんなお前土星みたいに円盤ついてるタイプだから首シュッコーン飛んでいってる。頼むわ。すいません、あの次こそ今のであの見本見せていただきましたね、来たやつをバーン、来たやつをバーン、そうや、あ分かったやろ、はい分かりました、はい次こそ絶対止めさせていただきます、頼むで、なよし行けよ、分かりました、はい、来た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 、俺行け、お分かりました、おお来た来た来た、先輩ほな下がっといてください、おお来た来た来た、やっぱ無理や先輩、行け、腕やろ、バチン、2回目2回目、痛い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 、あかんかん、ちょっと、手伝え手伝え、願い事、利用すなって利用すな、痛い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 、あかんかん、一回でかす一回でかす、ビヤーた、ニキビ潰れた、ちょ、頼むわ、頼むわ、すいません、ちょっとあのビビってやれんが、ちょ、マジでいい意見って、お前、ない、いや、すいません、いや、ちょっとあの、いや、俺ね、もう今日絶対後ろやと思ってたから、もう皿の宇宙服着てきてんねん、もう絶対汚れへんと思ってたからな、今止めた時なんかこの辺にエイリアンついてて潰してもでビューン汁飛んできてん、くっさいくっさい、やっぱり星だけにわーくせー、やかましいわお前、しょうもないこと言わないで、ちょっとお前頼むからちょっと行って、あ分かりました、はい、ほら次こそ行けへんやろ、行けへんやろ、まさかちょっと、なんで、いやあの正直あの こっちはあんまりね、いやもうしゃあないやん、それはね、若い時はみんなそうやねん、もうキャリア重ねることでだんだんこう上がっ、うん、分かった、ほらもうやるわ、あ正直8-2やねんけど、8-2やねんけども、今日はもうやる、おい行け、分かりました、すみません、ほらちょっとあのお金でそんな態度変えたらあのあれですけども、すみません、はいもういただいたからには、はいもう絶対止めさせていきます、はい、いやもうこれで意見があったら僕クズですわ、そんなもん、それいかん、もうそれはもう当たり前です、もうネットに顔さらしてこいつヤバいやつですよ、もう言うてください、大丈夫です、大丈夫です、はい、だから先輩先にシャトル戻ってください、はいもう入っといてください、コーヒーかなんか飲んどいてください、来た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 、あーやっぱ無理や、先輩コーヒー置いて、ほら行け、うざやろバチー、やばいな、返せよお前、金返せよ、すいませんやれた、ちょっともうええわ、下ゆえ止めてますよ、ゆえ分かりました、はい、すいません、もしもし、あの止めてますよ、今あの流れ星止めたろうですけども、止めてますよ、止めて、あのもしな、あのテレビカメラ、ちょ、あれこれ何しゃるんでしょう、なあガンくんガンくんチュキチャクンチュキチャンギューってされたらおっさん見えへん、おっさんにお願い事するの、いいやんか、お願い事なんかしないでこうやってギューってしとこう、いいやお願い事するの、いいやんか、追加の星とな追い星どんどんしたらいいやん今お願い事するの、タックンといっちゃんいっちゃん入れ待ちようにってお願い事するの、そんなん言ったらな言わなくてもずっと言っちゃえで、もうチュキチュキチュキ流せま、電話で伝わってくるから今ぶっちゃくな顔しとったぞお前、ねえあれもう帰ろうか、いや帰ろうかって、そんな今帰ったら後々何言ってくるか分かりませんよ、いやせやけどもやなお前、ちょっとほんならちょっととりあえず座れ、ちょっとあのは話ちょっとしような、あのなんだなんかあの止めようっていう気が全然見えへんねんけど、なんでこれ止める人になろうと思った、いやまあそれはええじゃないですか、いやええことはちょっと聞かせて、いやそうですか、いや実は僕あの小さい時近所で捨てられてた子犬を拾ってきたんですよ、かわいそうやなと思って、で家でね育てててね、でコロコロして可愛かったんでコロって名付けて育てたんですけども、これがある日死んでしまいまして、でお父ちゃんお母ちゃんにどうやったらコロ帰ってくんのって言ったら、お星様に願い事したらいいのよって言われて、それから毎日毎日夜遅まで庭出て、曇ってる日も雨の日もお星様が見えてんのにずっと待ってたんです、でも全然流れてこなくて、それから3年ぐらい経ったある日、雲と雲の切れ間からシュッ見えたんです、今やと思ったんですけど間に合わなくて、だから犬のことじゃなくてもいいと思うんです、もう家族全員健康で暮らせますようにとか、将来の夢叶いますように、世界が平和になりますように、そういう人のために僕体を張って止められたらな、ああ分かったお前もそういう気持ちが、分かった、お前の心にある、それ分からんとちょっと言い過ぎた、ほらこれから頑張っていこう、だからお前ちょっと来た先輩行け、撃てろバチ、やばいなお前、バーン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 、何やこれ下のバカップル追い越ししてます、やめさせろ、行
お前バーン来ねえですか、いいですかってお前めちゃめちゃ簡単に止めてられないか。はい止めてますよ。皆さんもよかったら今のうちに願い事してください。大丈夫ですよ。誰に言うとんねん。お前ちょっと待ってよ。お前なんでそんな簡単に止めれんねん。いや先輩が前で止めてある時ずっと後ろで簡単に止められますようにって願い事してたんです。ありがとうございました。皆さん流れる星を止める人いかがでしたでしょうか。まあ僕は舞台、以外にでもですね、SNS で、まあ、YouTube とか、TikTok なんかでも最近落語をやってまして、もしよかったら月亭喜遊で調べていただきますといろいろ SNS も出てきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。